第13回公営レーシングプレスカップの展望番組をスポーツ報知の長谷昭則記者とお届けいたします。長谷さん、今節もよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、さあ、いよいよ3月になりましたね。早いですね。そうですよね。3月といえば何かイベントがあるんですかね。そうですよね、このようにシリーズタイトルとともにおひな様、あ、おひな様だ、そうなんです。桃の節句ということで、ね、はい、ピンクだもんね、僕らもね。そうですよね、たまたまなんですよね。たまたま僕はもうピンクを意識してきました、はい、あ、ごめんね、ネクタイ使った。そうですよ、いつもピンクのシャツとかネクタイ持ってるのに、ね、はい、まあ、ただね、しっかりとピンクで揃えて、ね、はい、まあ、3月新しい、まあ、新規一転といいますか。そうね、うん、はい、気持ちよく行きたいね、まあ、そうですよね、うん、さあ、それでは、早速今節の出場選手一覧からご覧いただきましょう。さあ、このような、メンバー今節は42名の出場なんですが、はい、A1 選手8人を中心としたこのようなメンバーどうですか、ご覧になって。パッと見てね、うん、一番上にね、ベテランの石山翔一さんがいてね、はい、あ、結構ベテランの方が主力がいるのかなと気がしますね、うん、そうですよね、まあ、このように見ていただくと、まあ、はい、A1 級選手がオレンジの色付けということですので、うん、割とこれ当番順に並んでいますの です、はい、上の方にちょっとオレンジの選手が多いですね。ですね、平尾選手がね、うん、まあ、45歳になったんだけど、マスターズに出るっていうのをね、ちょっとね、びっくりするぐらいなんですけどね。そうですよね、はい、マスターズのまあ基準が変わったといえど、うん、45歳といえばまだもうバリバリ、もうそう言って言ってたの言って、うん、そうですよ、加瀬さんも45だから、はい、もうマスターズ世代っていう、うん、マスターズ記者、マスターズ解説者、まだね、記者としてはもうペーペーでね、もう下っ端なんですけどね。何を言ってるんですか、なかなか。いやいやいや、本当にね、今節もね、大きいのは顔ばっかりよ、本当とんでもないです。あとは態度と、うん、態度ね、おいおいナイスナイス。態度はね、そんなそんなことないですもんね、ね、本当いつもこう、はい、低姿勢でね、よろしくお願いします。そうなんですよ、尊敬しています。はい、はい、さあ、ということでちょっとグダグダ感あったんですが、いいよいいよ、このような今節の出場選手一覧となっています。はい、さあ、続きまして今節も注目モーターをご覧いただきたいと思います。続いてのフリップをご覧いただきましょう。まずは整備士のおすすめモーター3機なんですが、68号機が上がっています。今回引いたのは地元の三瀬譲選手です。大村の誇るエースモーター、今節は節間を通して、最近は節間を通して活躍するが、最後は助演まで有終の美を飾れるか、全ての足がパーフェクトということで。そうなんですよ、今節が、そう、去年ね、3月からね、うん、使ってたモーターは今節で納め。そうです。いや、もう名残惜しい68号機が、本当 長谷さんが、可愛がってきたモーターたちが、はい、大事大事に可愛がってきた68が で、 でも最後はね、うん、はい、地元の三瀬くんが引いたっていうのがね、うん、もう、 そうなんです、プレッシャーにならないこのアップね、うん、頑張ってほしいですね。はい、まあ、地元の選手がしっかりと引いたということで、この68号機どのような、本当あの整備士さんもね、あの助演までと、最後は主演男優賞もらいましょうかね。そうですよね、うん、バシッとちょっと決めてもらいたいですね。そうね、はい、はい、そして21号機上がっています。こちらが 48.6% の副賞率なんですが、今回は藤井悟選手が引いています。大村の準エースモーター、前節はプロペラ調整で苦戦した様子だったが、バッチリ合った最終日はまっくり差し、そしてまっくりで連勝、全ての足がいいが若干68号機には劣る印象と、整備士の単評上がっています。いや、もう最終日連勝した時はね、周りの選手聞いたらね、はい、いや、この21番すごいですねっていう声で出てましたからね。はい、柴田大輔選手でしたね。そうそう、藤井君ね、ちょっと体重前傾比は63キロだったんですけどね、でもね、前傾比でも若干伸び加減と言ってましたんでね、 あとはね、しっかり減量すると言ってましたんでね、うん、そうなんですね、彼の体重にも注目して、減量くればね、グイグイグイって伸びて、どっかでね、穴が出してくるんじゃないかなと期待しますよ、はい、ね、やっぱりちょっとモーターがいい、その良さを生かすために、うん、まあ、選手も減量にさらに気合が入ったりするんですね、しますね、はい、いいモーターでは引いて、はい、しっかり自分に鞭打って、そうですね、僕も減量しようかな、あ、うん、いいじゃないですか。いや、でもなんかこのままが長谷さんの良さと思いますよ。そう、ありがとう、はい。さあ、そして3機目は75号機です。2連対率 40.7%。 さあ、今回は最ベテラン西山翔一選手が引きましたね。こちらは前節の赤岩義雄選手が、優勝したモーター、もともといいモーターを赤岩選手が仕上げた、
行き足出足は抜群と、赤岩選手がコメントしていました。そうですね、これも注目でしたね、うん、誰が引くかってね、西山さん A1 が引いてね、今日も感触はね、悪くないと言ってましたね。そうですか、はい、まあ、では西山選手がこのモーターをさらに実力者ですので、そうですね、仕上げてくれたら、ね、うん、面白いでしょうね。そうですね、はい、さあということでまずは、東条整備士おすすめの3機をご紹介いたしました。さあそして、今回のモーター最後となるんですが、いやもうね、来月は何も言えないに今月たっぷり言いましょうかね。そうですよね、もう好き勝手、はい、好き勝手と言いますか、好き勝手言いましょう。でもね、はい、この68-21とね、うん、もう一機の22っていうのがこの大村の3強モーターだと思ってますんで、まず22が松尾高明が引いたと、うん、はい、最近ね彼にエンジン中性運もいいらしいんですけど ね、 今回もいいの引いたんでね、うん、まあ、ただ前検備はね、あれ水分なんではっきり分かんないけどと言ってましたけど、もうどの形にしても出ますよとなんかね、うん、笑ってましたんでね、はい、出してもらいましょう。じゃあ本人もしっかりと、まあ、この水面コンディションで分からない中ではあるんですが、うん、しっかりとモーターのパワーも、そうそう、22はいいと思いますって言ってましたからね、はい、はい、まあ、1月 G2 で中越選手が勝ったモーターですからね。そう、あの時出てね、やっぱ前節も出てましたからね。そうですよね、はい、はい、さあそして今日は何機あげますか。残りあとね2つ出して、うん、74号機の大野、はい、大野義明選手、いや前回もね大野ね大村良かったんですよね。そうですよね、大村いいですよね。そうで前節ね良かった74号機で、うん、前進日を行き足がいい感じしましたって言ってました、はい、本人はね伸びていくように通りにして調整しますと言ってましたんでね、うん、ではまた明日さらにちょっと上積みを求めてということで、これ大野が乗ってくるのは楽しみですね僕は。あ、そうなんですね。なんかこう個人的に、いやもう個人的じゃないです、いや大野っていい子なんでね、うん、もう出しちゃうから、はい、そうですよ。なんかでさっき今出したまたね22号機が松尾って福岡だったんですね。そうですよね、どんだけ福岡好きなんだって言われてすいませんね本当に、ね、いやいやいや、あともう一人どうですか、まさか福岡の選手、あー48号機郷原、あ福岡じゃないですか。いやもう郷原の子48もね、はい、出ますよこれ。前節、うん、前田健太郎選手最後6コースからね、まあ、0-1 のスタートいったとはいえね、チルと跳ねてましてね、はい、よかったんで、ただ郷原はねいつものパターンとしてね、うん、自分の形にペラ叩くんですよね、はい、だ今日もねペラ叩いてましたよね、郷原ならもっとね出足の方も来てね、うん、よくなるんじゃないかなと思うんですよね。そうですか、まあ、では前回よりもさらに、いい動きが見られるのではという、うん、郷原としてもね行き足から来るんじゃないかな、うん、手前から来るんじゃないかなという気は僕はしてるんですけどね。なるほど、割と手前寄りにこう持ってくる、手前からもうスタートしてグーッと伸びていくような感じにね、うん、はい、仕上げてくるのかなと期待してます、ね、そうですか、わかりました。さあということで、整備士おすすめモーターに加えて、うん、モーターマニア派生記者のおすすめは本当はもう1機あるんですよ、でもそれは後から言いましょう。え、あとっていつです。 あとじゃあ12レースでやるんですね。わかりました、はい、まずは22号機74号機48号機今回はすべて福岡の選手が引き当てているこのモーターを、そうそう、うん、はい、上げていただきました。ぜひ皆さんもこちら注目されてください。さあ続きまして、今おっしゃったようにですね、初日の12レースカステラ選抜の、解説に、ここからは移りたいと思います。まずはその12レース出場メンバーからご覧いただきましょう。以上のメンバーとなっています。1号艇川上武史、2号艇平尾貴則、3号艇飯島明宏、4号艇西山翔一、5号艇岡田紀之、6号艇上野明宏、以上のメンバーとなっています。この中で3号艇の飯島選手がフライングを1本持っています。さあ、モーター、はい、どうですか、もう一機あるっていうのは実は川上君のね27なんですね、うん、はい、前節は沖津愛がね、ええ、まあ、優勝戦、まあ、3等だとか、そうですね、けどね角からいい感じで、ね、伸びてましたんでね、ええ、それをね川上武史君が引いたんでね、はい、この27も出したかった、また福岡かと思ったんですけどね、うん、本当そうですよね、うん、たまたまですよね。今節は本当ねエンジン抽選で福岡の支部の選手がね、はい、いいの引いたなというのは正直な感想ですね、うん、そうですか、まあ、ではこう福岡支部は割とこう笑顔が見られるようなシリーズになる、はい、なるんじゃないかなと思いますね。なるほど、その川上選手が1号艇ということで、はい、メンバーの中で最も高い7という評価の数字です、うん、さあそれ以外の選手、センター2人、ね、まあ、センター2人もね、うん、飯島君のねこの61もいいですしね、はい、まあ、先ほどね整備さんが出してた75の西山選手もいいからね、はい、ただねこの平尾選手と岡田選手のモーターというのはね、うん、こう1年間使ってきたけど、はい、最近ピリッとしないんです ね、 そうですね、平尾君の、ね、32は3節前に、ね、ペラが変わってから、はい、そこから悪いんですね。あ、そうですか。彼も今日はね最近ないくらいは悪いと、あ、ちょっと俺も長谷さん選手二十何年かやった時は、ね、いいか悪いかはすぐ分かるって言って、はい、で今日は悪いって言ってました。
そうですか。ちょっと前県からちょっと厳しいコメントがかかっているんですが、平田君は良くなかったですね。岡田君もちょっとね、行き足とかどうなのかなという感じでしたね。なるほど、はい、それを踏まえて、まあ、現段階では4という。ですので、まあ、今日はね、前県の段階なんでね、あんまり高い評価はあえてつけません、でもその中でも川上が良くて、はい、次が、まあ、飯島、西山と、そして上野はね、はい、今日はね、ペラが合ってなかったそうなんでね、ペラをまず自分の形に持ってきてね、そこからっていうんで、まあ、平均点5でいいかなと思いますね、はい、なるほど、はい、わかりました。さあということで、まずは初日の12レースカステラ選抜のメンバーと、長谷さんの、全権、モーター評価そして全権気配からお伝えいたしました。それでは展開予想に、移りたいと思います。続いてのフリップをご覧いただきましょう。さあタイトルが川上がイン速攻と、普通ですね、いえ平凡ですね。でもやっぱりちょっとね、それほどあの、モーター評価も一番良かったので、はい、あと、まあ、川上はね、実はね、あと1戦勝へ4つなんですよ。あ、そうですか。だからまあ4日間レースで、はい、まあ、4回勝てば1戦勝するんでね、まあ、初日もね、このメインはね、1号艇で登場と、まあ、前半レースも含めてですけどね、はい、まあ、前半4レースですけどね、2号艇登場しますよね。そうですね。学校は今日とか初日はパパーンとピンピンと言ってね、まあ、998にするんじゃないかなと僕は基礎会で思ってますけどね。なるほど、早くもそのようなこうプランが長谷さんの中で、もう作ってますよ僕は、まあ、今回は4日間の短期決戦ということで、まあね、あのちょっと気が早いんですけど、川上選手がこの優勝のゴールをちょうど1戦勝でメモリアルゴールっていうのも、まあ、本人はもっとね早く、そう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 、1日も早く達成はだから、でも僕はでもね、初日をピンピンって言ってね、2日目ぐらいどっか勝ってね、まあ、準優勝勝つんで、まあ、10位ぐらいがするのかなと思って、なるほどなるほど、分かりました、そしてもちろん本人は九州5城のうち4城は制覇していて、あと大村だけで、そう、大村は優勝回数多いんですけどね、やっぱ武志くんね、やっぱね、燃えてますからね。そうですよね、気合パンパンな表情今日見られました ね、はい、その川上選手を中心にということで、2、3着には3番4番2番、そうですね、飯島選手はF 持ってますけどね、モーターがいい分でね、対抗に持ってきました、それとまあ2号手がね、平尾くんがあんま良くないんでね、これスタート、まあ、どんだけいけるか分かりませんけど、まあ、飯島の F 持ちもカバーできるのかなと思って、なるほど、そしてまあ西山さんがね、まあ、レース上手いですからね、そうですよね、ですのでまあこのセンター勢にまあ印持ってきて、まあ、5も6もあんまりピットしないんでね、もう2を一応抑えようかな、だから本音を言うても1、3、1、4かなと思ってるんですけどね、1、3、1、4が、まあ、2連単で言えばね、はい、かなと思ってますけどね、わかりました、はい、まあ、改めてここはもう進入に動きはなさそうですね、ないと思います、まあ、西山選手がまあ角にするかスローするかわかんないんですけどね、なるほど、まあ、まあ流れ次第ですけど、まあ、枠狙いは多くないと思いますね、はい、わかりました。ということで本戦の買い目は、1番を軸に、3番、4番、2番の2、3着、まあ、大筋2連単で言うと1、3、1、4というのはちょっと厚めかなという気はします、僕は、はい、わかりました。そして狙い目になると飯島選手、いやもうここはね、狙い目を出しづらかったんですけど、もうあえてというかね、平尾選手が良くないんでね、まあ、中へこみになったりした時はもう飯島選手の幕出しが入ってね、はい、まあ、3、1、3、4とかいうのはどうかなと思って出してみました。なるほど、ちょっと平尾選手のモーターがどうかというところが飯島選手 に向くのかな、展開としてね、はい、なるほど、川上選手としてはちょっとなんとか壁になってもらいたい、そうそうそうね、やっぱりね、インコースは強いと言ってもね、やっぱりインコースのね、壁がないとね、選手のと嫌なんですよね、そうですよね、自分がいくらいいスタートを言っても、そう、壁をしっかり行ってくれ頼むというところはありますので、ですので、まあ、本戦になるか狙い目になるかは平尾選手がこれちょっと鍵を握って、ね、だから平尾選手9レースね、前半見てね、どこまで、治ってるかってみたいですね、あ、なるほど、まあ、まずは、初戦は9レースということで少し時間があるので、はい、まあ、本人必死で調整してくることと思います、今日もずっとやってましたからね、そうですか、注目ですね、はい、はい、さあということで、初日の12レースカステラ選抜このように挙げていただきましたので、皆さんぜひこちら参考にされてください。さあ長谷さん、今節の短期シリーズなんですが、はい、3月になって前節ちょっと暖かいかなと思ったんですけど、今日はちょっと風が、まあ、昨日からそうですね、突風降ってましたからね、そうですね、ただね、初日の予報ではね、睡眠いいと思いますんでね、そうですか、高レースが期待できないでしょうかね、なるほど、わかりました。さあということで、今節も最終日最終レースまでご期待の上ご注目ください。さあそして、今回のモーター最後ということで、そうそう、だからね、まあ、はい、モーターがいいモーター全部出てますんでね、そうですね、気力差は大きいと思います、わかりました、皆様もぜひ注目されてください。そして長谷さんも1年間見てきたモーター
ーターたちを最後見納めしっかり見送ります。はい、よろしくお願いいたします。はい、そして、まあ、来節からはね心機一転ということで、また楽しくね、そうですよね、まあ、いろいろ楽しいことを考えながら、はいはい、今節も楽しんでいただきたいと思います。はい、さあということで、公営レーシングプレスカップの、初日展望番組をお届けいたしました。長谷さん、ありがとうございました。